プレーされてるんですか？でも私その年齢的にもやっぱチームの上の方というか一番上なので、やっぱり下の子たちがどれだけ思い切り自分のプレーができるかということも声掛けというところは考えてやっています。いよいよ次という感じになってまいりました、はい、次の試合に向けての意気込み聞かせてください。年内最後の試合、あとプレミアカップ、このコロナ禍の中でも開催してくださったことにすごく感謝していますし、その中で私たちも優勝という形で年内最後終われればいいなと思うので絶対優勝します、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。インタビューエリアからは森本選手のインタビューをお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは櫻井さん、よろしくお願いします。オンコートゲーム始まっております。先制はペルテックインテルナショナル大泉ドットエグゼ1対0から。いやー、このカードもすごく楽しみですよね。はい、はい、うん、斉藤選手ナイスインだ。安井選手今のはもったいないです。やっぱこう高さ的にもですね、こうペリティックの方が優位だと思うので、はい、まあ、今の安井選手大橋選手のポストアップっていうのはどんどんやっぱ狙っていきたいですね。スイッチした、うん、塚野選手よく決めました。いや、本当この試合もどういう展開になるか非常に楽しみです、はい、このトップ岡田と斉藤のマッチアップも楽しみなところ、はい、うん、ファールをこう。ペリティックはこういう強いプレーというのを常に仕掛けていきたいです、はい、やっぱりこうサイモンのこう体力だとかこうパワーをどんどん削っていくというのは、まあ、戦略の一つとして必要かなと思います。うん、岡田選手、斉藤選手をよく守ってますね、うん、ボールを持たせませんでした。大橋、うわ、ナイスバックアット。ここもついている。今ファールを捉えましたね。おう、ファールになったのか。やはり斉藤選手には厳しくチェックに入ります。そうですね、まあ、こういうフラストレーションを与えるっていうのもやっぱり一つの必要な策だと思うので、うん、あとあれですよね、サイモンは斉藤選手以外のところでの得点というのがすごく必要になってくるかなと、はいはい、思います。まあね、サイモンはこの前のさっきの試合よりもやっぱ簡単に1対1で行かせてくれないと思うので、はい、まあ、そういったところをどういうバスケットで攻めていくのかはすごく注目したいですね。そのオフェンスはペリテック。うわ、大橋選手すごいな。座りながらこう岡田をよくねじ込んだ。いいファイトだ。私的な100っていうスタンプ今押したくなりましたね、はい、はい、ね、ぜひ皆さん代わりに押してください。うん、残り7分36秒3対2。いや、ペリティックいいですよね。ペリティックは、ね、これが初陣とは思えないこの、まあ、仲良しだって言ってますからね、皆さんね。まあ、新しい歴史を、はい、この4名で作っていきたいという気持ちがすごい感じますし、これはノーバスケット、うん、シュート前のファールをコールです。まだ残り7分あるんでね、ちょっとファールが3つっていうのが少しちょっと心配なところでありますけど、はい、先ほどから斉藤選手と安江選手のマッチアップが多いですね。そうですね、はい、あそこはスイッチして安江選手が対応してます。うん、ナイスリバウンド。ああやって安江選手を、ゴール近辺の方に入れたくないですよね、塚野選手はそこを頑張らなければならないです。うん、よくチェックいけてる。しかしこれを決めるのが斉藤。
いいシュートだ。大岡田やり返した。落ち着いてますね。少しペリティックがきつそうにも見えますけどね。岡田選手がきつそうなイメージが見られます。うん、斉藤選手2本目。あ、それでもねじ込んできた。いいですね、やり合ってますね。やはりこのコロナ禍においてね、なかなか皆さんコンディションに関しましては例年とは違った形となると思いますが、ここで TV タイムアウトです。ゲームクロック残りは6分25秒。先ほどのプレーでアクシデント、斉藤選手が痛んで、そうですね、ちょっと心配であるんですけど、ね、サイモンは3名で戦わなければならないと思います。はい、前回のファイナルでも斉藤選手の負傷により3名での戦いを強いられたのはこのサイモン・ドット・エグゼ。きた、2ポイント。塚野選手よく決めました。まあね、サイモンとしてはここ3人で勝ち切って、はい、ファイナルで斉藤選手が戻ってくるっていうシチュエーションを作りたいんだと思います。うん、そうですね。はい。うん、ちょっと大沼選手のシュートが来てないですね。ショートですね。よく守った。うん。今サイモンが押してますよ。スコアは6対6同点。はい。まあペルティックはね、数的優位もそうですし。どんどんアグレッシブに、ね、プレーしていかなきゃいけないですけども、うん、ナイスカットだ。リバウンドはペルティック。安井スペースが狭いですね。ショットクロックを見てよ岡田。両チームとも少し動きが重くなってきましたね。このあたり各チーム2試合目で、そうですね、はい、間もなく5分を経過。はい、やっぱりこう疲労感も出てくるとこうミスっていうのも出てきますし、はい、本当こういったその瀬戸際の中で選手たちはプレーをしていかなければなりません。うん、ナイスパス。はい、29番鈴木うらら選手のシュート。勝ち越しですね、対6、はい、うん、ナイスカットだ。うん、追いついた。はい、お互いミスが出てきましたね。このセットオフェンス、ペリティックはいいオフェンスを仕掛けたいです。ダブルで来るか。うん、あ、ナイスインだ。あ、個人技、うん、残り4分30秒。両チームとこ誰が抜け出すか。うん、23番高橋選手決めてきましたね。難しいショット。はい、赤のファール混んでますよ、ペリティックは。サイモンがファイトしているところで1点のリード。ペリティックはちょっとサイモンに飲まれてますね。自分たちのバスケットをしなければいけないです。はい、うん、いいシュートだ。この3人になったところでやるべきことがはっきりすると、そういったケースもこの 3x3、見られるのが特徴です。さあ岡田、ナイスパス。ナイスパス。うん、安井選手決め切りたいですね。そうですね。 TV タイムアウトです。残りは3分55秒。はい、やっぱどちらのチームがこう先に抜け出すか。
ペリティックはねこう動きが重いんでね。ファール取られましたね。6回目です。サイモンは有利ですよ。そうですね、チームファール7つからフリースロー2ショットとなります。はい、ペリティックはここを断ち切りたいですね。高橋つないで、スコアはいつかの1回戦のようなね、ペリティックいいバスケットしてたんですけどね、少しちょっと焦りからなってるものなのか、ちょっと単発なプレーが目立ちます。3点リード。ペリティックからのオフェンススタート。このセットオフェンス大事ですよ。サイモンは斉藤選手、おそらくプレー続行は不可能ですが、ベンチに戻ってきて声を上げます。ノルマ選手の2来ない。引き込んだ、はい、大橋選手体合ってますね。ああいったプレーがね、少しずつこう流れを変えていきますからね。ファールはできないですから、ディフェンス頑張らなきゃならないです。ペリテックオフェンス残り3分切りました。2分52秒、2点ビハインド、まだ全然わからないですからね、はい、なおかつセミファイナルですから、もう何が起きるかわからないです。やばい、元同じチーム同士の対決ですね、このマッチアップ、はい、よく取った、ナイッシュ。鈴木浦のワンポイント、3点のリード、はい、いやいいですね、お互い足来てる中、ここは苦しい時間帯ですか、はい、2分20秒です。ペリティック足止めれないですよ。やられたくない。これは残り2分、3点ビハインド、スタート、いやもうサイモンは今のナイスファールですよね。まだこのチームファール、サイモンはこれで2つ目です。はい、いいファールでした。このあたりもうまくファールを使いながら、シュートに対するファールか。フリースローワンショット、はい、あ、自分で取りました。いやー、もったいない。今安江選手もカバー入ってたんですけどね、ボールが塚野選手のところにやっぱ落ちてきました。はい、ペリテック、まだ時間はたっぷりです。1分37秒、はい、サイモンオフェンスですね。どちらも足に来ています。はい、このあたりペリテックはチームファウルが6つです。お、ファウルはブラック、サイモンドットエグで4つ目。はい、ペリテックまずはちょっと同点に持ってきたいですね。打ってきた、ナイスリバン、お、ナイスパス、これで2点差、はい、安井選手ナイスリバウンドです。2面ゲーム、ここは掴んでブラックサイモンドットエグゼのファールです。5つ目、はい、安井選手は今のようなプレーどんどん続けていきたいですね。はい、サイモンはやっぱ3名しかいないですけど、ミスマッチを作りたくないです。お、抜いた、シュートだ、ファールだ、
ここはシュートに対するファールです、はい、いや今ペリテックの岡田選手今いいスキル出しましたね、はい、個人技で割って入って野生選手、はい、やっぱ相手シュートいけるのも野生選手ならセンターがリバウンドを取ってくれるっていう信頼があるからなんですよね。ああいう選手必要です。ただ今のフリースローは決めたかった。さあそのサイズも含めて活かせるか、はい、残りは47秒、ショットクロックバイオレーション、うん、今ペリテック救われましたね。12秒、やっぱりこう12秒しかないっていうところがまた醍醐味ですよね、はい、ここでタイムアウトです。タイムアウトはヘリテックがコール。ここで 3x3.exe プレミアよりお知らせです。リーグスポンサーであるパーソルキャリア様のご協力によりデュアルキャリアと呼ばれる多層的な生き方を実践する競技者にスポットを当てた We are 3x3 企画を特設サイトにて好評連載中です。新時代の生き方を体現する 3x3 プレイヤーへのインタビューを通じスポーツと働くの可能性を社会に広げていくためのプロジェクトです。詳細は YouTube 概要欄に掲載しておりますリンク先をご覧ください。残りは45秒、クライマックスセミファイナルゲーム22点を追いかけるペルテックインターナショナル大泉ドットエグゼのオフェンス、オルマーチェック、高橋選手ナイスブロックだ。うおー、リユーソーキャプショット、いいムーブだ。んナイスイン、まだ分からないですよ。2点差16秒、はい、ここは1本抑えてつなげられるか、カットシャット、うん、1点を取りに行く、はい、まずは1点、そしてここで5秒だ4秒、これはファウルができるか、ファウルでストップだ、はい、さあ2ショットになります。時間はどれぐらい残ってるか、うん、落ちます、 0.9 秒だ、はい、さあこのリバウンドどうするか、どうしますか、ここからさあ2が必要、2を狙う、ここでタイムアップ、試合終了、はい、サイモン戦い抜きましたね。3人で最後はしのいだ形。 3x3.exe プレミアジャパン2020カップ女子カテゴリーセミファイナルゲーム2、ペリテックインターナショナル大泉 .exe vs サイモン .exe、 ファイナルスコア12対14、ウィナーはサイモン .exe に決定。